観光旅行行きたいからお金をくださいって言ったら、そう、大将がテレビでそういうこと言うのが嫌だ俺つって、たら、なんだっけ、そしたらさ、あんた散々苦労させたくせに好きなことやって払いな払えで、大将も頑固だから、いやそれは違う違うっつって、俺途中で大将、俺が奥さんの旅行で払いますって言い出したんだよ俺が、あまりにも2人で揉めてたから、したらいやそういうことじゃないっつって、大将もで、結局さんまさんに怒られて払ったんだよね、払ったの、あれ20分ぐらいしたんだよ、あれ大将が他の人に何か怒られてるのを見て初めて俺も